慶応3年10月14日、将軍徳川慶喜が朝廷へ政権を返上、大政奉還です。これによりおよそ260年続いた徳川幕府は終わりを迎えます。そのきっかけを作ったのは坂本龍馬のふるさと土佐藩。慶喜に大政奉還を進める建白書を提出したのです。しかし藩の実権を握っていた山内容堂、はじめは徳川の世を終わらせる大政奉還に消極的でした。山内家は徳川家に背くことはできません。当家は6万石から20万石に加増を受けた恩があります。そう考えていた容堂がなぜ大政奉還を建白したのか、実はそこに龍馬が深く関わっていました。さあ土佐藩はどうして方針を変えたのか、その手がかりがこちらにあるそうです。あー出てきました、銃だ。はい、この銃はどういったものなんですか。はい、龍馬が土佐藩に持ち込んだものと同じ型と考えられているライフル銃です。龍馬はですね、長崎で買いまして、約土佐藩には1000丁持ち込んだということです。おそらく龍馬は藩から頼まれもせずに購入して土佐藩に持ち込んだものと思われます。ちょっと待ってください、頼まれずに。頼まれずに、勝手にってことですか。勝手に。実はこの出来事が容堂の考えを一変させた可能性があるのです。一体どういうことなのか。龍馬がライフル銃を購入した長崎に謎に迫るヒントがありました。当時海外との貿易の場だった長崎、外国製の武器が買えるのもやはりここでした。しかし長崎での武器の購入にはある条件が。長崎の歴史に詳しい織田武さんです。ここはですね、幕府の長崎奉行所です。例えば軍艦とか武器、そういったものは事前に申請をして許可をもらって、それで購入の運びということになります。これは長崎奉行所が記した各藩の蒸気船の購入記録。そこには船の名前、購入者、船の大きさ、さらには船の絵まで書かれています。それは武器も同じ。どこの藩がどんな武器をどれだけ購入したかが詳細に記されています。幕府としてはどの藩がどういう船を持っていて、それでまあそういう小銃を何丁持っていたっていう、そういうまあ軍事的な機密っていうのがまあ分かるわけですね。まあある必要以上にそれを持つと、やはり幕府に対する抵抗勢力になるので、それはやっぱり警戒していたと思いますね。つまり龍馬は幕府に知られることを承知の上で1000丁の銃を購入していました。さらに龍馬は不思議な行動に出ます。11船長を芸州藩の蒸気船を借りて土佐に運び入れる。自分たちの船ではなく芸州、広島藩が所有する船をあえて使い、銃を土佐に運び入れたのです。芸州藩の船を使ったっていうのはおそらく意図的だと思いますね。ちょうど薩長同盟が結ばれたあたりの、あの頃に江戸の方で
鄭州藩はどうも薩長に接近をしているぞというのがもう江戸で噂になってるんです。ですから危険視されている藩でありますので、鄭州藩の船を使った、そして、武器を積み込んで土佐へ行ったということは、幕府の方に知られれば、もう土佐藩は幕府から睨まれることになりますので、そういった既成事実を作ってしまった、うん、また既成事実だ。土佐は薩長についた。龍馬の一連の行動は総幕府に印象づけるためだったと考えられるのです。徳川への恩義から大政奉還への覚悟が決まらなかった山内容堂、ついに建白を決意します。容堂の考えを変えることができるっていうのはちょっとやそっとではできないはずなんですよね。そのためには成功法ではまあ難しいですよね。情熱を持って説得したところで260年もうずっと恩がありますので。慶応3年10月14日、将軍徳川慶喜は政権を朝廷に返上します。徳川の世を終わらせたその裏には、龍馬の知られざる活躍がありました。